どうも、はやばさです。今日もマインクラフトをやっていきたいと思います。で、今日はですね、今日ちょっとこの鉄鉱石をちょっと掘りに行きたいと思います。ですね、今なんですけど、今ここまで鉄鉱石を掘ってきました。今焼いていたところです。多分もうちょっと、ここに仕分け機を作っているので、もうちょっと必要だなと思うので、あと石炭も不足しているので、石炭を主に掘っていきたいと思うんですが、ちょっと経験値を回復していきたいと思います。ちょっと経験値をね、増やしてね、充電して、で、雨なんで、まあ、なんともないんですけど、増やしてね。で、今日の掘りに行く場所はすぐ近く、ここも直さないといけないんですけどね。ここを降りてですね、今あっこに松明があるんですけど、あっこでさっき掘り掘りしてて、途中まで掘り掘りしていて、でここがですね、ここ土で埋めてるんですよね。で、ここ昔の村の道があったところです。で、ここから降りまして、スケルトンかな、あれは、まあ、スケルトンにも注意しつつ降りまして、一番下から降りていく。忘れないように、上からも来る可能性があるので、上も明かりをつけて、じゃあ早速モンスターがいないことを確認。 OK で、シルクタッチで持っていきましょう。
たアップデートが来た時に必要な感じもしますので一応取っておきます。まあそんなにどうに今困ってるかといったらそこまで困ってないんですけども、次ここですか。もう一個しかない。こんなもんか。ここは、うん、下にあったっけ。あっちにもあったね。下はね見てないんです。攻撃止まりか。じゃあ安心ですね。最初は村人さん、まあ下に行ったら村人さんいっぱいいるんですけど、何の職業に就かせるかっていうのもあるんですね。で回収したら松明を取っていこう。よし、次下行ってみようかな。動画見えた。あ、ここ明るいな。お、クリーパーパラダイス。何か刺されたね。すぐ飛んだないの。広場はちょっと怖いな。すごいノックバックするね。さてじゃあちょっと松明を置いて、おい、はい、そこですか。まあ取りに行けるんですけど、まあ、でもいいんですが、うん、あ、ダイヤの装備していこうか。爆発再生あったらラッキーなんですけど、はい、エンダーパール、あ、エンダーパールまだいらん。敵が出てきちゃいけないので一応剣持っていこう。よし、行きましょう。鉄石炭、はい、行きましょう。はい、まあ場所は分かっているんでね。はい、行きましょう。スライムびっくりした。ちょっと待って、今スライムと戦いたくはない。スライム、え、スライム湧くの、ここ。ちょっと待って、懇願してた進行にもちょっと、どこ、お前かよ、なんか
馬よと。調査です。そしてスライムが湧いたぞ。どこだ。ここでペチャペチャしてたんな。鉄がある。
確認して、よし、オッケー。毎回死ぬのって周りを確認しながら施設に放っていたりしたらやられてるんですよね。持って帰るか。よし、一旦これで帰りましょう。あ、ここにもあった。こっちか。敵の襲撃がすごいので帰りましょう。朝になったのか。はいはい。スライムが今湧いてるのはちょっと驚きですね。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。